夢の内様によるイラストを美しく仕上げるための配色講座。この講座はイラスト制作における配色について解説していきます。ナレーションは声優の久世ゆうき、使用ソフトはサイです。ステップ1、色相。まずはじめに色相、明度、サイドの3つを解説していきます。この3つの言葉は配色をするにあたってとても重要な言葉です。このステップでしっかり意味を理解しましょう。まずは色相について解説をしていきます。色相とは色の色味のことです。私はイラストの全体の調和が取れることを意識して色相選びをしています。私は色を選ぶ際はこちらの RGB バーを使って色選びをしています。今回は RGB バーを使用した色選びや配色を説明していきます。ステップ2、明度。続いて明度について解説をしていきます。明度とは色の明るさのことです。明度が高いと白に近づき明るくなります。逆に明度が低いと黒に近づき暗くなります。例えばこちらの5つの四角が明度を表しているとします。明度が暗くなっていくほど黒に近づき、逆に高くなるとこのような白に近くなった色になります。また白や黒のように色味を持たない色を無彩色と言います。ではこちらの四角に色味を加えてみます。このように色味を持った色を有彩色と言います。有彩色は明度が低いとだんだん暗く黒に近い赤色になるのに対し、逆に明度が高くなるにつれこのように明るい赤色になります。続いて RGB バーを見てみましょう。バーの横にある3桁の数字は0になるほど明度が低くなり、255になるほど明るくなっています。このように RGB バーだと数字によって色が分かるようになっています。ステップ3、イラストの明度を見る。では実際にイラストの明度を見てみましょう。こちらの有彩色のイラストを無彩色にしてみました。イラストを無彩色にすることで有彩色の時では気づきにくかった白と黒の差が一目で分かるようになりました。またイラストは白い部分と黒い部分の明度の調和が取れていると1枚のイラストとして色映えしているように感じてもらえます。白い部分と黒い部分の調和が取れているということは、1枚のイラストが黒に寄りすぎたり白に寄りすぎたりせず、白と黒がバランスよく配置されているということです。白と黒のバランスが良いとメリハリのついたイラストになっていますので、実際に自分のイラストを無彩色にして確認してみてはどうでしょうか。ステップ4、サイド。次はサイドについて説明をしていきます。サイドは文字の通り色の鮮やかさのことです。例えばこちらに四角で表したサイドのグラデーションがあります。色味のない無彩色に近づくほどサイドが低いといえ、色味のある有彩色に近づくほどサイドが高い、色味が鮮やかだといえます。ステップ5、明度とサイドの関係。明度とサイドの関係について解説していきます。まず横軸をサイドとして考えます。このように無彩色に近づくほどサイドが低い、右に行くほどサイドが高い状態になっています。ここに明度を当てはめていきます。縦軸を明度と設定し、上に行くほど明度が高く、下に行くほど明度が低い状態になっています。赤色をベースに考えた時にサイドの高い赤は明度としては中央に位置をしており、この赤を明度を最高に高い状態にすると白に近い赤になります。決して一番鮮やかな赤が色相の中で最も明度が高いというわけではないので注意してください。ステップ6、色の選び方。続いてメインカラー、ベースカラー、アクセントカラーについて解説をしていきます。まずベースカラーとはイラストの概ねの色のことを示す色です。このイラストですと肌色を中心とした濃い黄色がベースカラーになります。ポイントとしてベースカラーは基本的にメインのカラーの色を立てるためにサイドを低めに設定しています。メインカラーはイラストの肝となる色です。
彩度が高い色がメインカラーの場合、全体的に鮮やかなイメージのイラストができます。彩度が低い色がメインカラーの場合、少しクラシックな落ち着いたイラストの雰囲気になります。このイラストだとピンク色がメインカラーになります。アクセントカラーはいわゆる差し色です。私はメインカラーとベースカラーを見比べて、あまり色がはっきりせず色が鈍く見えた場合、その色の間に濃い色を置くようにしています。このイラストだとこの電話のグレーがアクセントカラーに当たります。ベースカラーはできるだけ落ち着いた色を選びましょう。ではここでハンバーガーショップのカラーを例に見てみましょう。ハンバーガーショップのカラーが赤色と黄色の場合、赤色がベースカラー、黄色がメインカラーになります。看板だとこのカラーと色の配分は遠くからも目立ってとても効果的ですが、2色とも明度も彩度も高くギラギラした印象があり、イラストに使うカラーとしては調和が取りづらい難しいカラーです。個人にもよりますが、イラストの場合は絵の調和を取りやすいようにベースカラーに落ち着いた色を選ぶと見やすいイラストになるでしょう。またこのイラストだとメインカラーに少し青紫色も入れています。青紫色はメインカラーのピンクと調和が取れるように、ピンク色とトーンを合わせた青紫色を選んでいます。このようにメインカラーを2色にして配色をすると賑やかな印象になります。ただメインカラーを2色以上にする場合は、トーンを合わせた色を選ぶことを意識しましょう。トーンが合わないとごちゃごちゃした統一感のない印象になりますので注意してください。このようにメインカラー、ベースカラー、アクセントカラーの3つを踏まえて配色を考えています。この3色を分けるメリットとしては、色に統一感が出ることです。たくさんのカラーを使うと楽しげなイラストにはなりますが、初めに調和を取るということを考えると、このように大まかな色をあらかじめ決めて配色をしていくことによって、イラスト全体の落ち着きであったり見やすい色になっていくでしょう。ステップ7、配色のポイント1。では実際にイラストを見比べてメインカラー、ベースカラーを決めていきます。まず画面の4つのイラストは、左2つが暖色、右2つが寒色に分かれています。例えば暖色の場合、一番左のクマのイラストのメインカラーは、メインキャラはクマなので蜂蜜のような黄色を選び、またその隣のイラストはテーマがガーリーなのでピンク色をメインカラーにしました。このようにテーマに合わせてメインカラーを決めていきます。また寒色の場合は、アリスのイラストは服の水色からメインカラーを決めたり、一番右のイラストはクールなイラストにしたいのでメインカラーを選んだりしています。メインカラーはそれぞれテーマに沿って決める以外に、イラストに登場するモチーフからメインカラーを選ぶのも良いでしょう。続いてベースカラーを決めていきます。この一番左のイラストを例にして考えていきましょう。ベースカラーをいきなりオレンジと緑にしようと考えるのも良いですが、色の扱いにまだ慣れていないうちは、このカラーサークルを参考にベースカラーを探していきましょう。オレンジ色をメインカラーにしたときは、カラーサークルの中でオレンジ色に近い黄色や赤とオレンジの中間の橙色を選ぶと、調和が取れたベースカラーが作りやすいでしょう。例外でクリスマスカラーなどのイベントカラーがあります。カラーサークルを参考に見ると、クリスマスカラーの赤色や緑色は正反対のところに位置をしています。この反対色のことを補色と言います。補色を使った配色はお互いの色を色鮮やかに見せる効果がありますが、2色とも高いサイドだとギラギラした印象になるので、どちらか一方を低いサイドにすると良いでしょう。しかし初めの色に慣れていないうちは、カラーサークルで色相が近いもの同士で色を決めると3色が決めやすいでしょう。ステップ8、配色のポイント2。メインカラー、ベースカラー、アクセントカラーの3つの配色を考える上のポイントとして、メインカラーは蜂蜜の黄色やガーリーなど小物やテーマから色を選ぶようにしましょう。またベースカラーはメインカラーに近い色相を1色。こちらの一番左のイラストだとオレンジに近い黄色や赤色などから選ぶようにします。この2点を考慮することで色の映えた配色ができるので、ぜひ意識して色を選んでみてください。ステップ9、
配色のポイント3。最後に私が色を作る上でポイントにしていることは、白い色を真っ白にしないことです。私はベースカラーに薄い黄色をベースにした白色を使っています。白の代わりに薄い黄色を使うことで、できるだけ温かい色味を作ることを心がけています。例えば白熱灯の下でコピー紙を見ると真っ白に見えますが、夜寝室の電気だと少し黄色く見え、温かい印象に見えたことはないでしょうか。このように温かいライトを当てられたイメージで、私のイラストの白は完全な真っ白ではなく、少し黄色みのかかった白にしています。このようなことを意識して配色をしています。ステップ10、実践。今回はこちらの線画に配色をしていきます。今回このイラストはパンケーキをテーマにしたイラストなので、ベースカラーに薄い黄色、メインカラーには蜂蜜のような黄色、今回イラストにイチゴがあるので赤みのあるオレンジを使っています。またアクセントカラーにイチゴの葉っぱなどの緑色を選びました。今回はこの4色を使って配色を行っていきます。ちなみに蜂蜜をイメージした黄色のメインカラーもかなり彩度は高く、RGB バーで確認しますと、このブレ幅が255から72になっており、明るい色をメインカラーに持ってきています。また、この数字の幅がないと色が鈍くなっていきます。メインカラーを作る時のポイントとして、一番出したいメインカラーは RGB バーの中で1色は必ず255を保つようにしています。では、RGB バーで確認してみましょう。今回の色だと黄色になります。メリットとして色のくすみを防げることがあります。ステップ11、色をのせる。では実際にイラストに色をのせていきます。私は線画を多くのレイヤーに分けていますが、フォルダーに入れてこの領域検出元の指定にチェックを入れ、新しいレイヤーを作り色分けをすると色をのせるのが楽になります。今実際にメインカラーの一つの赤色を目に置きましたが、少し色が濃いと感じたら明度を少し高くして、その都度調整していきましょう。実際に色を置いてみて色が足りないと感じたら、またベースカラーとメインカラーに近しい色を探して色を選びます。食べ物の色は色が鮮やかだと美味しそうに見えるので、この RGB バーの彩度の高いところと低いところのブレ幅を大きくすることを意識して色を探します。ステップ12、色を塗るポイント。色を置く際はなるべく隣接する色を変えて、あまり色の塊を作らないことを意識します。例えばこの袖の部分は肌色と黄色と服の黄色が重なって鈍く見える場合は、袖口に物をつけるなどの工夫をしてアクセントカラーの緑を置くようにしました。このようにメインカラーやベースカラーと違う色を作るときは、なるべく彩度が低い色を使い、全く別の色味を作らないようにしています。また彩度の高い色は目につきやすいです。少しメインカラーやベースカラーからコントラストをつけるという意味で、色味の少ない色を使うと全体に馴染んでいくでしょう。配色作業が終わりました。イラストには7色ほどしか色を使っていませんが、この時点で見やすく統一感のあるイラストになっていると思います。今回は配色の工程のみで色の塗りは割愛させていただきますが、少しでも配色のご参考になれば幸いです。以上でこの講座は終了です。ご視聴いただきありがとうございました。